はい、それでは実況の方をやっていきます。あいよーどーん。ということで今37日目の4時50分になりました。ここから続きをやっていきますよ。前回の報道が35日目だったので、あれからね1日経っているわけなんですけど、私が何やってたかっていうと、素材集めとあとはねクエストをね少し進めておりましたよ。ちょっとねクエストなんですけど、このね対比化を始める、これとこれとこれと水の浄水も終えたのかな。この辺をねちょっとね先に進めておりましたよ。肥料を収集するっていうのが分かんなくてちょっと止まっちゃってるんですよ。で作ったものはねこの堆肥化のボックスを作ったのと、ここのねパレットをちょっと作って、これよく分かんないんだよね、見た目だけのものなのかちょっと分かんないんですけど、この辺をねちょっと進めておりましたよ。であとは見てこれすごくないですか？ロボットスレッジのこれ最高品質だと思うんですけど、この辺のものもねエアードロップ品の中からね見つけてきたんですよ。これはすごい強いのを見つけちゃったよ。で今日やっていくことは、前々から話していた拠点の建築を開始しようかなと思っておりますよ。前回説明したここの焼け森にも近くて、砂漠も近くて、森林も近くて、町も近い、この辺に拠点を建てていこうかなと思っておりますよ。どこがいいんだろうね、これね。下の方もまだまだあるよ。よし、じゃあちょっと荷物の準備をして出発していきますよ。準備完了。それでは目的地にね、向かいましょうか。よーし、じゃあね、ここに拠点を構えていきましょうか。見て、いいよ、ここすっごい平らだし。すごい拠点を作りやすそうなところだね。森に囲まれててさ、なんか気持ちいいところだよ。じゃあね、ここを私の拠点とします。じゃあ私が頑張って作ってきたこの敷石のね、ブロックを、おっとゾンビさん。ほいー、じゃあねー。敷石のね、ブロックをちょっと使っていきましょう。今回はどんな拠点を作っていこうかな、考え中ですよ。結構さ、レイブンはさ、クラフトエリアとかをさ、広くしないと、ベースが足らなくなっちゃうよね。だからその辺も考慮していかないといけないから、で、今敷石を敷いてるんですけど、この敷石ブロックの上にね拠点を構えようかなと思ってますよ。ちょっと高台の感じにして、階段を使って入るような感じにしようかなと思ってるんですよ。で今回はね、私すっごい可愛い拠点を建てようと思ってますよ。やっぱりね、前回は結構拠点していたと思うんですよ。やっぱり私可愛いのがいいので、いい感じのね拠点を建てていこうと思いますよ。この辺はとりあえずこれぐらいでいいか。で中はスカスカになっちゃうよね。でもあれか、崩れちゃうかもしんないのか。じゃあやっぱり高さを出すために埋めていきますか。建物自体は木材でもいいかな。どうせ多分壊されないだろうから。
そもそもね、ゾンビさんなんて私のね、生活拠点にたどり着けないですからね。そういう拠点を今ね、考えていますよ。可愛くて強い拠点を建てようと思ってますよ。さあ、どれぐらい時間かかるかな。で、こうやって2段目もしっかり作っていきますよ。これでとりあえずゾンビさんは入ってこれない。うん、このぐらいの広さかな。いいよいいよ、結構広いよ。入り口をちょっと作っていく感じにして、今これで何マスだ ?2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、19か、20にすればよかったかな。全然適当にやっちゃったからな。3、4、5、6、7、8、9、10。うん、やっぱりもう一列足しましょう。気持ち悪い。まだ素材はあるし大丈夫、使っちゃおう。やっぱりね、こういうのはね、計画的にやらないとダメですよ皆さん。私みたいにこうやって適当にやるとね、物資を無駄にしますからね。どう？ OK、 ここが真ん中。 1、2、3、4、5、6、7、8、9。 あれ2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。こうか。OK、 これで真ん中決まった。そしたらね、ここに で、ここに関してはこういう感じにして、でですよ、ここからがですよ。で、しっかりゾンビさんを入ってこれないようにしたいので、で、ここにこのね、電動跳ね橋をつけていきますよ。私が何回か使っている跳ね橋でゾンビさんを叩き潰す拠点があったと思うんですけど、これを入り口に作ることによってゾンビさんはもう入ってこれなくするような仕組みをね、これで作っていこうかなと思っておりました。これはね、絶対拠点を作るときにやりたいなと思ってたシステムなので、ちょっとね、作ってみましたよ。これをね、3枚持ってきてるので3連にしますよ。3連にすればゾンビさんはもう全然私のところに来れないぐらいだと思うんで、それをちょっとやってっちゃおうかな。はい、今38日目の5時16分になりました。これがね、電動跳ね橋なので、ここにこういう感じでゾンビさんを叩き潰すような形状を作っておりましたよ。で、ここはゾンビさんがいつでもね、入れるように、いつでもかかってこいよゾンビさんと、そういう感じの形状をしておりますよ。これでルートはね、バッチシだからね。で、ここを今作ってる途中なんですけど、ここはね、車両関係とかもおそらく乗り入れると思うので、階段とかではなくて、このね、くさび型のブロックを使用しておりますよ。
先端を置いて、ちょっとねスコップ持ってくんの忘れちゃったんだよね。ちょっと後で取ってこよう。で、入り口はねこういう風にして、この段差がねあんまりかっこよくないよね。これをうまく埋めたいけど、多分できる術がないからとりあえずいいか。で、ここもしっかりね強化をしていけばいいよ、いいよ。ここの段差だけちょっとやだけど、これで、おー、いい感じに入れるよ。よーし、いい感じの入り口を作りましたよ。うん、いいかも。だいたいこんな感じかな。で、今回の拠点建築のやり方なんですけど、皆さんと一緒にね拠点をちょっとずつ建てていこうかなと思っておりますよ。いつもはね一気にドーンみたいな感じで、これが私の拠点ですって感じでしたけど、今回はねちょっとゆっくり作っていこうかなと思っておりますよ。よし、じゃああとはねこのゾンビさん撃退システムだけちょっと作って終えようかなと思ってますよ。エンジンとスイッチ設置。いやー、電気使うの久しぶりだね、ほんと。で、ここにつないどいて、おっと、これ私、ゾンビさんのセンサーつけるの忘れてましたよ、これ。おっと、どうしようかなー。いやー、完全に忘れてましたね。ここと、カメラを設置して、で、このスイッチから、おお、届く届く、よかった。こうして、で、リレーをバイクから取ってこよう。リレーを使って、こうして、こう。で、これを、ここにつないで、これを、ここにつなぐと、オッケー、配線バッチリかな。よし、ゾンビさん、迎撃システムをね、しっかり作動させていきましょう。前回の設定忘れちゃったからね、おっと、危ない。すごい反応するじゃない、あなた。オッケー、これで、ゾンビさん、迎撃システム完成だよ。で、上がってくると、おっと、いい感じですよ。オッケー。これでゾンビさんも全然怖くないね。ちょっとゾンビさん呼んできますか。いたいた。ほら、ゾンビさんこっちだよ。そう、おいでおいで。ゾンビさんどんな感じになるかな。来た来た来た。来たよ、あの人。よしよし。じゃあ、今回はね、ここの迎撃システムを作ったところで終了しましょう。次回も頑張っていきましょう。バイバーイ。ここからはですね、別撮りになるんですけども、今後の私のチャンネルのお話になります。12月7日に、セブンデイズのアルハ20が一般公開されることが決まりました。パフパフー。ということで、
当チャンネルもアルファ20を実況していこうかなと思っております。なので今やってるこのレイブンハーストは一旦終わりにして、アルファ20の方の実況をやっていこうと思ってますよ。で、なんでかっていうと、私がアルファ20と19のレイブンハーストに切り替えられるかどうかっていうのがわかんないので、お休みをは終了したいと思っております。最後に私が最強の借金拠点を考えましたので、そちらの報道会をやって終了したいと思います。次回は完璧に全員捉えてみせますので、楽しみにしてくださいね。バイバーイ。